ATERUI II の一番の特徴は天文学専用のスーパーコンピューターだっていうことです。で全部で、まあ、4万個近くのコアがあって高速ネットワークでつながっている。これが、まあ、ATERUI II の正体。ATERUI II は大規模並列型スーパーコンピューターといいまして、1秒間に3000兆回の計算ができる、そういう性能になっています。宇宙の年齢138億年なんですけど、過去、まあ、宇宙が始まったところから未来まで全ての範囲を計算で明らかにしようとしています。